ありません。最後の試合に挑みます。おお、顔面をヒットしています。ウルフ時光の顔面をヒットしています。ちょっと聞いたよという表情をウルフ時光を見せています。ウルフ時光の間にあと残りわずか。今ゴングが鳴りました。ウルフ時光と抱き合います。阿部悟、9年間のボクサー人生に非常に楽しそうに笑顔でのピリオドを打ちました。本当に足掛け10年ボクシングに関わってきまして、日本、東洋、世界と出会わせていただき、結局は一つも和田会長に恩返しすることなく、こうやってリングを去るわけですけど、本当に楽しい9年間でした。この放送はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。